はい、皆さんどうも。こんばんは、ミリトスです。ということで今日はシップグラビアードっていうね。いやー、船の墓場をね、お掃除するゲームやっていうことです。まあ体験版なんでね、結構短いと思うんですが、さあ、いかほどのものかといったとこではありますね。はい、どうもこんばんです、皆さんどうも。ゆっさん、かぶとがしさん、お先生ありがとう。いきまーす。はい。お、新しいゲーム。こっからですか。さあ、どんな感じかな、今回は。どんなお掃除させてくれるんだよ、俺に。かおちゃんさん、まさしさん、お先生ありがとう。お、うわ、めちゃくちゃあるじゃん。なにこれ。え、なにこれ、スラム街かないか。いや、ではないか。もうこれ完全に船の墓場の近くに建ててるか、こんな感じなのか。はいはいはい、船の墓場シミュレーター。もう名前が本当に直訳なんだね。プロローグ版では3隻の船、ルーの基本的な使い方、そして製品版の主な機能を紹介します。探索、海戦にはたくさんの素材が残されているので、よく調べてみましょう。デッキ、居住区、エンジンルーム、場所は様々です。車を使うとより早く移動できるようになります。おう。なるほど。スクラップ。可能なものは片っ端から解体しましょう。ありきたりの樽やパイプをスクラップから巨大エンジンまで収集する。このゲームではありふれた鉄や銅から価値の高い銀や金まで様々な素材を見つけることができます。在庫に限りがあるので賢い選択を心がけましょう。なるほど、物収集してしっかり食べろってことね。はい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 。この画像はゲームコントロールのデフォルト設定を示しています。ゲーム設定がいつでも変更できます。ほう。龍がスキルツリー。懐中電灯、引っ張る仕様、工具、所持品、スプリント、しゃがむ。しゃがむちさんのこのゲーム。なるほどね。OK です。金属スクラップを見つけて破壊する。え、これ、何これ。あ、これ倉庫みたいなもんだか。市場売却、ここでは苦労して収集した資材を販売するときるんだ。販売人はお世辞もハンサムな男とは言いません。ただの悪口なのではが、悪くない価格を提案。あ、ハンサムではないけど悪くない価格なんだ。いや、いいことですね、これね。まあ、物持ってないんでね。まあ、今はいいでしょう。シュシュさん、ニコニコピヨさん、トチョさん、マサキさん、ユンタファイブさん、ルカルルさん、モネさん、ミソパンさん、ノロコさん、ロビンサクさん、お再生ありがとう。トバさん、サブスクありがとう。なぜか、イケメンじゃないとなぜか殴られる可能性があるらしいですね、これね。なかなかすごいですね。あ、ここかな、多分。はい、ハンマー。良き破壊よ。良き破壊よ。悪い破壊があるのかい、これは。クリティカルポイントをうまく当てることができれば、解体速度が増します。より大きなダメージを当てるには、光る火花を狙いましょう。ああね。光る火花。アップグレード。スキルツリーでポイントを消費し、ハンマー経験値を増やしましょう。バトルはか何かかな ?13、お再生まずます。とりあえず。あ、こうか。あ。
見た。何これ。え、むずない。うんうん、あ、これダメなんだ。あ、これでね、はい、あ、収集で、これを市場で販売すればいいんだ。よーし、売っちゃうぞ。ヘイ、ハンサムじゃない普通の人、いい値段で買ってくれよ、こいつを。いくら買ってくれるんだい。32ドル。工具箱で、工具店で、弓の子を購入。え、どっちだ、あ、これか。新しい工具を購入。ここでは船の解体に役立つ新しいアイテムを購入できます。アップグレード。販売員を説得して店頭販売用の新商品を発注させることができます。もちろんただではありませんが。なるほど、弓の子買いましょうか。ああ、これね、弓の子ね、はい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 。ギアは何、武器か何か。マジでお、ティアー1って表現がなんか普通に面白いんだけど、これ。ダメージ100。武器やん、完全に。金属を切断できるのかに。切断は中毒性を伴うので注意が必要です。切断。どうぞ、これ。パイプを切断できますか？ごく鋭い。え？サブスクライブ。うんうん。オンには来るうち。はい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 。エリサね。はいはい。まあ、とりあえず、すごいってことね。OK です。買いました。スキルついてポイントフロー、はい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 。あ、これか。いや、これだろうね、やっぱり。ダメージ 10% でしょ、これ、やっぱり。おし、絶対強くなったわ、これ。え、船を注文。いや、でっかいの頼んだら急に。え、船を注文、ここで突然。そうやな、今から私船買うみたいです。やはり海地としてはね、船持って、あ、結構注文するとか、なんかあれだね。あー、結構なんかボロボロですね、ここね。うん、船チューブ、 YouTube のパクリですね、これね。うん、 YouTube パクリじゃないのかもしれないですけどね。うん、まさに最高のガラクタ船。うん、最高のガラクタ戦。もうそれただのガラクタだけどね。じゃあ行きましょうかね。じゃあこれですか。はい。予想される最強。あ、これで欲しいやつ見れるんだ。なるほど。まあまあ、そこそこね、いいもの買えますね。じゃあとりあえず、予約しましょうか。これとりあえず。はい、予約します。お、アマゾンみたいだね、ここまで来るとね。はい、じゃあこれで店を出ますか。はい。船を待ちましょう。え、そんなすぐ来んの、船。え、どうせ見たいけどね、来る瞬間とか。え、ああ、西洋実感。何これ、どこ。え、え、あ、寝て待てるんだ、これで。あ、こういうことね。眠ろうとしています。翌日の8時に目が覚めます。地面に残ったアイテムは全て消滅しますと持ってかれるんでしょうね、多分ね。えへ、儲かったお小遣いだぜっつって。やばいじゃん。浜辺には新しいアイテムが出現します。天井のアイテムは相馬です。へえ、さすがに船のアイテムは取られないのか。あ、スイスイさん、ヨシウスさん、赤尾さん、お先生本当にありがとうございます。メイニャンさん、ナリシコセブンさん、サブスクありがとう。ナリシコセブンさん、サブスクありがとうございます。ごまちょさん、お先生本当にありがとうございます。アイドラブさん、ご先生のお先生本当にありがとうございます。感謝します。今日もお船を解体して精を実感します。というわけで、ついに私の船がここに到着するということなので。え、船、え、ワークショップを建設するには必要な資材を収集しましょう。え、船、え、船に行くんじゃねえの。え、船どこ行った。
何も落ちてへんけどこれ。何これ。あ、まずは船行けばいいのかな。はい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 。あ、船でね。うん、船で物を集めてから向こう行くってことね。なるほど、ロロロロロですね、これは。ナジコセムさん、お先生ありがとう。行きますよ。オッケー、例えば爆発するとかないだろうな。よし、見えた、ハンマーの糸。はい、あ、いいですね。え、結構大変だぞこれ。ダメちゃって、あれ結構大変なゲームなんだよこれ、もしかして。はいはい、オッケー、なるほど、こうやってね。あ、いいよいいよ、いっぱい物集めよう、こうやって。いや、結構ちょっと物集まるなこれ。え、どこ。いや、これさ、トーマー叩いた方が早くない。だって、でも今だからかもしんない、今だからかもしんないけど、うん、なんか普通に叩いた方が。よし、どうなんでしょうこれ。そのまま叩いた方が早いような、早くないような、早いような早くないような。はい、いや、この結果壊してみようか。あ、めっちゃ早いわ。あ、クリティカルってやっぱりクリティカルなんだわ。全然違う速さが。大崎翔さんでましたね。おい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 、オッケーね。いいよ、全部解体していくか、どうせやったら。おい、硬いんだよね結構ねこいつ。おいおい、どこだ、次はどこだ、次は。オッケー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 、いいよ。いいね、すげえ順調だ。お、今回どこだ。おい、お、いいよ、あと1回か。くんくんさん、あきこさん、お先生ありがとう。はいはい、あれあれあれ、いいですね、ここでいいですよ。はい、よしよしよし、はい、相手は面白いな。 OK、 今なんかブギーゴとか飛んでいかなかった、あれ。ほい、昔こうやって叩いてると、学校の旧校舎が本当に古くて、部活をやってた頃の、え、ロックピック工具を購入しましょう。あ、そんなのあんの。なんか壁にもたれかかってたら壁が崩れたことがあって思い出しましたね。まあ、もうその校舎は使われてないから特に何も置かれもしなかったんですけど、なかなかね、今考えるととんでもないところでなんか部活させられたなと思いましたね。いつかそういう床抜けんじゃねえなと思いましたからね、本当に。本気で。何、高レベル攻撃いるのか。他ないのかな、何か。怪我はしなかったけどね。
通にびっくりしたね俺も。あそうこんな感じこんな感じ、いやちょうどこんな感じ、こんな感じで崩れたからマジで、いやマジであの時だけは本当にびっくりした、サプライズだったね本当に。こんなサプライズ嬉しくないなと思ったけど、本当にサプライズだった。はい、オッケー、はいはい、あそういうことあるんだと思ってね。それからなんかね、やっぱりそのボロいと言われる場所であんまりなんかはさがなくなったよね、やっぱり。だってね、下手したら本当に怪我するんだと思って。よし、はい、あーいいね、あーこれはこういうなんか壊すゲームいいな、面白いな。よし、はいはい、 OK、物持てないのか、売ってくるわ、すみません買ってください。あ8位までに支払いしないとダメなんだ、何ゲームオーバーになるってこと、もしかしてファンちゃん、待て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 、えお金が足りないワークショップの、買うか、売るか、じゃあ、買ってくれよ兄ちゃん、いや結構ギリギリで草だって、えレベル2ある、レベル2ハンマーなんて、まだって、えロックピックあるか、ロックピック、オッケーオッケー、アンロック、鍵のかかったドアや箱を開けにはロックピックを使います、箱により難易度か、ロックピックなんだ、買っとくわじゃあ、買った今、あフルストックなってる、 OK、 やばいな、まったり過ごす時間もないようだね。今日も楽しく壊していこうと思います。よしよしよし、いいですね。そしてはいはい、さあ、あの気になってんだけどさ、弓の子どこで使うの？だから弓の子を買っただけじゃない、だからあの悪いセールスに騙されたのと変わんねえんだけど、俺からするとなんか買わずだけ買わせておいて、なんかあの使う場所来ないんですけど、どこだ、どこで使うんだ弓の子。なんかこういうのってさ、ねえ買った直後っていやこれこうやって使うんですよみたいな感じで来るのかなと思ってたら全然来ないわけ、えどこでみたいな、なんかレベル、あレベル高いんかいこれは、待って、やはり高レベルになりたいね、ヒノキの棒じゃダメらしいわこれ、いい棒欲しいね、どこだ、はい、あと1回、これうまく4発か、なるほどね、4回で壊せるんだ、お、あ今落ちたね、はい、いやでもこれなんかちょっとリアルなマイクラみたいな感じになりますねこれね、ちょっとマイクラほど幻想的はありませんけど、ちょっとマイクラ感あるかなと思いますね、うん、
よし。ダミアンさん、お先生ありがとう。オッケー。いいね。オイルを集めて。だいぶ綺麗だったな。おー、いいね。これは合成のか。あ、合成のか。あ、なるほどね。このカーソル合わせて緑だったら壊せるのか。なるほど。そういうことでありますね。これあれだもんね。緑じゃん、これ。ダメじゃん。一緒だったわ。何これ。あ、壊せるかどうかの対象が緑に出たか。なるほどね。なんか私気づきましたみたいな顔して3秒後に、あ、違ったパターンね、これね。これ2個までしか出ないのか、毎回。へー。はい。はい。よし。じゃあ、お待ちかねのロックピックタイム行こうか。あ、いた。え？まあ、私もね、やっぱりね、まあ、これを生業としていってた時代がありますからね。まあ、任せほしいですね。下手くそすぎて6ピックなくなりました。マジ?6 ピックなくなったんだけど。おい、6ピックなくなったんですけど、お金ないんだけど、これ。待って、まずいんだけど、6ピックなくなれば、普通にまずいと思うんですけど。まずいですよ。え、これお金も足りなくないと思ったら、え、お金もないんだけど、え、やば、え、何本、え、何本って書いてあった。10本と銅が6本を錆びた月10本ね。 OK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 、 やばいな。全部やっちゃうとまずいパターン。お、ギリギリだった。ギリギリ。オッケーオッケーオッケー。これでね、あー、いいとこだったじゃん。これワークショップ、材料を組み合わせて妖怪し新しい合金を作りましょう。それぞれの合金は異なる妖怪条件を必要とします。その設定を慎重に行う必要があり、わずかなミスでも材料が台無しになってしまいます。倉庫機械を保管するには炉の近くの倉庫を利用しましょう。アップグレード、ワークショップを拡張し、新たな、あ？炉妖怪？炉妖怪って何なんだ？オプションを利用できるようにしましょう。妖怪固定で、妖怪工程では温度、空気、そして水の設定がとても重要です。マジ？そんな大事なの？いや、なんか物を入れるほど物ないんだけど。え、ここワークショップなの？え、あ、え、すげえじゃん。何これ。え、ピック出来上がるんだけど、何やこれ。あ、ここに住めるわけじゃないんだ。何やこれ。え、なんかあさこ今からこれ作りなさいみたいな感じだけど、材料ねえんだよこっちはよ。おお、どうなってんだよこれ。ぜどうしようし、非合金ハルス。材料ないけど今。え、積んだ？これもしかして俺。え？ある？そんなこと。オッケー、あそこじゃ金ちょっと取ってくるわ。すでにゲームが終わった匂いがするんだけど、大丈夫これ。
まずいね、これは。ハンマーレベル2やった。あ、これか。あ、これでいいんじゃないか。オッケーオッケーオッケー。いや、これで多分高いやつ取れるんじゃないか。よし。いった。わかんのかい。いや、もうこれ多分命がけ。え、初心者よ、おい。おいっと、さすが初心者よ。オーケー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 。今ギリギリ命がつながった。今よかったよかったよかった。え、なにこれ、こ、え、この壊すといいだろ、このもう。何がロックピックじゃい、これ。ちょっと待って、これでね、これじゃない。え、ああ、あ、こういう感じ、なるほど。あ、そういう感じ。あ、こういう感じ、なるほど。絶対あそこ行った方がいい、こんなん。オートセーブ中。あ、だって、え、端っこやればよくないこれ。え、あ、端っこはさせてもらえない、これ。あ、これすべきか。あ、はいはい、OK。いいじゃん、これ。え、これ何？え、これをこっちでやんの？え、何？え、こんなちょっと大きいのできないの？え、何？家族で分けるケーキか何かって言い方これ、もしかして。おい、そっちの結局でかいじゃん。こっちよこせよって言ってる、もしかして。いや、もっと早くでいいよ、これ。なんで端っこいけ。端っこ切らしてくれてよくないか、これ。待ったって。なんだこれ。いやいや、薄い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 、これ。ちょっと薄いからって、おかんがちょっとだけ取ってくるやつやん、これ。あんたもちょっと大きいよね、って。ちょっと一リーブよこしなさいよ、つって。普段、今だったらね、別になんか何も思わないんだろうけど、昔はなんか、いや、俺は焼きたくないねっつって言ったやつじゃん、これ。薄い、これ。でも材料なくなってるし、これ。え、やば。まずいですね、これは。ああ、これで、ね、なるほど。無理をすると折れてしまうのか。ようやくロックピックしかなかった。うえーい、ガソリンウェイ、オッケーです。いいね。なるほどね。あー、オッケーオッケー。なるほどね。あ、さっきもじゃあ俺、あれだ。アクセル全開だったんだ。スマートじゃなかったんだね。あっしゃ！バキバキやん。あ、待って、寒天ステージもやろう。あ、オッケーオッケー。あ、こういう系ね。なるほどね。分かった分かった、予約。あ、簡単じゃんこのゲーム。なるほどね。オッケー、じゃあラスト1本持っていくわ。あ、オッケー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 。なるほど、なるほど。すべてを理解した、この男。オッケー。いや。え、これほんとに4つ取れんの？これほんとに。大丈夫？これ。これでいいんじゃねえの？どうせまたこれ。ちょっと待って。一番端っこで、はい。切って、下ろす。はい、オッケー。新レベルです。お。お。喜んでいいか分かんねえが、おう、銅が4つ、どういうの、これ2つなんだよな、銅が2つ。いや、取れないよなこれ。え、なに、逆に、え、ダメだよな、当然だよな。あ、これはいったんじゃない。え、こっから普通に2個取れんの、逆に。じゃ、だって、どうなってるのこれ。
ないんだけどどこにも。あ、すごいね、壁貫通してるわ。 OK、 よし、これ開けようか。いや開いてんのこれ。普通に開いてたわ。え、じゃここも、え、 OKOK、 はいはいはい。あ、これ開いてないんだ。 OK、 あっ、なくなったわ。はい、おしまい。はい、あーって壊していくか。よし、いい感じ、物は取っていったな。はいはい、 OK、 OK、 まあ一回とりあえず帰るか。まあ、こんだけ物資だったら十分だろ、今回は。レア鋼作ってくるか。レア鋼を作って。どうぞ。なんか部品がめっちゃ落ちてんだけど。え、なにこれ。え、え、なに、まだ待って、とりあえずこれ作ろう、これ。よしよし。これと銅とスチールですか。スチールをぶち込んで、え、待って、めちゃくちゃ入れないとダメってことこれ。いや全然足りないけどっていや全然足りないけどこれマジってる。線路にすればいいのか。え、これで、あ、おお、チュートリアルを完了しました。うん、このゲームではアンロックできるものが数多く登場します。レベルを上げて新たな船や装備を手に入れましょう。注文、必要な材料を提供して注文完了し報酬を受け取りましょう。全てを実行できるわけではありません。新たな注文が毎日出現しますから。なるほどね、こうやって物を集めていくわけだ。ちょっとアイテム忘れとこう。でも大事ですかね、アイテムはね、全部。よしよし、 OK、 多分お金がないときはあれなんですよね、こうやって人の筆の周りのものをパクっていくんですよね。あ、それ俺が落としたもんだっつって、昔落としたんだよなっつって、みんなが拾って、多分ゲームオーバーにならないように多分仕組まれてるんですよね、このゲーム。よし、いいですね、いいものいっぱいあるよこれ。夜中の12時回ってからこうやってみんなの造船、あー場所をね、あえて忘れてますからね。何か少し感じるものがありますね、こう考えると。よし、とりあえず注文が可能ということなんで、ちょっと注文しに行きましょうか。向こうで注文できるね。トルフォーさん、サブスクありがとう、お気に入りです。よし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 、さあ、マネージャーインのこのゲームいらんだろ注文を選択しましょう。注文を受けていない場合は、あた毎日私の、デイリーみたいなやつなのかな、これ。最初に注文、あ、じゃあまずはこれですかね。え、注文配達。おお、注文がありません。おお、いや、硬いですね。これ、オリハルコンですよ、多分。
なかなか硬いですよ、こいつ。これは硬いぞ。持って帰れないみたいだね。お、国技でしょうか。え、マネージャーセカンドじゃん。なにこれ。え、あ、これもあるんだ。へえ。これもさ、注文しとこうか。はい。資材が足りません。ああね。あんまり物持ってないからな、俺。なるほど。あ、これでね、物を作ってここで売ればいいんだ。いや、持ってないからね、一個も。ない袖は触れぬ。あー、あ、これででも足りるかな。はい、サクカと。え、組み合わせが間違えている。いや、まさかそんなわけな。私が何かを間違えるなんて、そんなことがありましたね。いや、一本足らんやつやん、これ。え、待って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 。え、結構す、え、ゴミ出てきたんだけど。え、何このゴミは、これ何、エピックゴミって。いや、待って待って。いや、ゴミはゴミだろ、これ。ちょっと待って。なんでしょうね。まるで、ゴミはゴミでもゴミじゃないみたいな、こんなに。ゴミはゴミなんじゃないかって思うんですけどね。ゴミ売れるんですかね。あ、1円で売れますね。まあ、お金はお金なので、とりあえずお金買いましょうか。何に使うんでしょうね、あれは。あ、スチールが欲しいな。あ、これだ、これが。あったあったあった。そうだった、そうだった。これ、これ。これがね、欲しかったんですよ、今。これを持っていこう。ほい。ほい。いいね。え、スペースがもうないの？マジ？アルコールではいらないか。アルミニウム。やば、お、ガソリンか。まあ、オイルちょっと置いとくか。仕方ないな。ところで、これ一回も寝ずにやってるからあれじゃね、これ。そうそう、主人公ぶっ倒れストーリーあるんじゃない、これ。オッケーオッケー。で、ここで了解と。お、入った。すぐ出てくるな。だって、で、ここで注文を受けたので渡します。持ってきたで。はい、注文配達。新しい注文が利用可能。え、もしかしてこれ、歩き回るパターンのゲームなのかい、これ。もしかして、錆びたスチールもうないからね。あ、なるほどね。あ、こういう系ですか。なるほど。物資もうないけどね。これでレベルを上げていくと、なんと素敵な、パーソルト、ハンマー速度。あ、バックパックをアップグレードさせるんだ。バックパックどこ行ってんだろうね。このゲームもしかして、え、船注文できるかな。船の注文。できる、できる。船の釣りも。え、でもこれって、俺、お金支払ってる？なんて。一回寝るか。一回寝て、起きる、はい。あ、これ多分あれかな？新しい船が来てるのかな？もしかして。とりあえず、一回全部売っちゃおうか。お金がね、ないので、一回売って、で、これも全部ここに置いといて、で、ロックピックでまた挑戦しましょう。でもロックピック大事ですからね。OK、買いましょう。
あ、あったあった、店のアップグレード、あ、これか、な、何、今さらってなるほどね、店のアップグレードを自分でしないといけないんだ。これいや、これもしかしてもう新しい振りが来てるんじゃないか、これ。また今日も元気にこうやってアイテムをね拾って集めていこうと思います。ああ、新しい船別に来てませんね、これ。とりあえず上のロックピック開けちゃおうか、気になるしね。完璧、いいですね。で、これは、あ、完璧、いいですね。これは、あ、完璧、いいですね。3連発。こうするか。何、金庫マスターって。絶対やばいですよ、これ。マスター金庫か。あ、スキルがいるの？いや、ないんだけど、スキルだったって。え、ロックピックのスキルどこ？あ、これか。はい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 。あ、足りないよ。そうだよね。足りないと思った、今。絶対ないよなって顔になった、俺も。オーケー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 。これ足りないものじゃあ何？もしかして集めるしかないわけ？これもしかして、もしかしなくても、錆びたスキルとりあえず集めますか。はい、ほい、まあ、これとりあえずなんか色つけるんで、まあ、錆びたスキルを集めて正規を立っていこう。いやでもここ多分実際多分やばいんだろうな、匂いとかすごそうだよねここ本当に。お、錆びてますか、いいね、よしよしよし、非常にいいね、ドホンとしてねここね。シミュレーター系なんかあれなんだよな、やっぱこういう BGM も多いんだよな、まあ、あんまり戦うことないしね基本。なんかあの、まあ、スローライフを楽しめてるからね、なんかそういう系統の多いですからね、こういうの。もうちょっとやるか、 OK、 ちょっと待ってね、あがね、スチールでいいんだよ、スチール。あーたたた、この棒だ、この棒。これだよね。なんかダメなのか、これ。あーたた、これだよね。オッケーオッケー。え？よしよしよし。ほい。よし。よし。錆びたスチールをもうちょっと欲しいか。オッケー、はい、いっぱいなんだよね。なんか捨てていくか。2本アルミニウムレベル2なんですよね。レベル2なんで買いましょう。いや、これで多分ワークショップがレベル2になるんで、多分機材がね手に入るはずなんで、これを手に入れて、でもこれなんかあの移動結構大変なんで、
お販売が停止になったセグウェイかなんか欲しいですね。ウィーンって置いたよ、ここで店のアップグレード。あー、3本足りないわけだ。オッケーオッケー、じゃあ3本作りましょう。これでこうですか。おー、いったいつもの、オッケーオッケー。でここで店のアップグレードを行いますと。え、どうなんだ。いや、急にすごい良くなったな。だって、え、でっか。え、バーナー、え、スチールハンバーもあるじゃん。え、ハンバー買うか。なかなかよろしいのでは。よし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 。次の船、え、これいつ届くの。で、え、これってあの船だよね。あ、これキャンセルで、こっちのこれよく取る、これ多分これで明日届くでしょ、多分これ船。いや、物を売るか、とりあえず。はいはい。まあ、とりあえず、まあ、そんないいもん持ってないと思うので、全部売っちゃいましょう。全部売って、物を買って、寝ましょう。よし。で、これで、はい。スチールハンマー、アングライダー。どっち買おうかな。いや、これですかね。これ買うのと、あとは、バーナーでしょうね、やはり。傷のついた取っ手や、相場を焼いて、スクラップすることで宣伝しましょう。お、燃料が好きな人はすぐに燃料をつけ果たしてしまうので、高額店で買い足しましょう。マジ ?OK。で、これで朝を迎え、おお !OK、OK。じゃあ寝るわ、一回。あ、来ました、来ました、新しい船。これでね。また回転できるんだ、ここで。新しい生活始まった。あいつ6ピック折れてたかな、大丈夫かな。 OKOK。 で、行きますかね、それじゃ。いや、結構でかい船になったな。へえ、上がっていこう。おお、これでいけるぞ、ついに。おお、いいダメージ。破壊層じゃんすか。 RH2993 ゲスリーサブゼル、あ、ご決断ありがとうございます。ご視聴よろしくです。はい、おお、ハンマー強っ。やはりレベル2になってあれですね、力を感じるぞこれ。オーケー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 、いいですね。どんどんお金稼いでいこう、これで。いや、めちゃめちゃ強いな。え、レベル2のハンマーしてよかったわ。ハンマー正解だったね。 OK。 お、これも稼いのか。
鉄の箱。へえ。でもこれも2発じゃない？こんなの。お、2発やん。これ4が2になんの？やばいね。ハンマー1個でこんな変わるんですね。はい。で、ここで。いいですね、とっても。こんなに上がるもんなんですね。あ、でも、そうそう、あれか、材料まずいな。材料がちょっとな。カバン欲しいね、これ。とりあえず。カバンがどこかにあると嬉しいんですけど、カバンがどこかわかんねえよな。ワンパン。すげえじゃん、このハンマー。え、強っ。待って。はい。ここいや、物事ってやっぱ道具って大事ですかね。良き仕事をするためにはやはり道具も大事にしないとね。これ戻るのめんどくさいですね。ちょっとこれあの出張してきてくんないかな、あの人。横でなんか搬送してほしいわ。あやーっつって今日もいいもん買い足してんねーっつって言ってほしい。とりあえずこれ9個か。棒がちょっと少ないですかね。他にいるものはなんだ。で、ここのものを置いといて、いや、これでもなんかあれだな。あれ店結構普通にアップルできる気分か。ああ、もうあれか、もうないのか。あ、まだ製品版じゃないからな、これ。え、車運転できる説ある、もしかして。確かに。ああ、できるわ。お前はできるわ普通に。あ、これでやればよかったんだ。なるほどね。あ、これ2倍ですね、倉庫。オッケーオッケー。よし。めっちゃええね、これ。これは熱いね。ちょっとだけやったね。ホルダー、あー、これで、ね、はい、ここで。はい、見ますよ。行きますよ。新しい武器。え？あ？え？どういうこと？え、これちゃうの？あ、これもね。おお。え？あー、2つあんのか。あ、分かった分かった。なるほどなるほど、そういうことね。なるほどなるほど、両方にあるわけね。あ、もう完全にこう、あ、なるほどね。オッケー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 。これで燃料だいぶ無駄にしてんけど。なーるへそろ。オッケーです。オッケー。はい、
いいですね。はいはいはい。いや、めっちゃそうって言ったもの、めっちゃいいじゃんこれ。いいですね。まずはここ OK。 はい、ここ忘れる、めんどくさくなっていたいや、結構なんか物がポロ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 出るから、そうですね、勝手になんか収集してくれるのか、お手伝いさんに雇いたいですね、このね、このゲームの中で。すぐめんどくさくなっちゃうからね、これ。オッケー。お、だいぶ資産そうっていったね。いいよ。オッケー。で、ここも集めて。オッケーよ。まだこういうなんかストライフって、ほんとなんかこうやってちょっとずつ集めるの遅いけどね。これを繰り返していって、生活が良くなればいいなと思ってますね。これなんだあ、これか。これバナーね。オッケーオッケー。バナーを。はいはい、これも。あれ、あ、オッケーオッケーオッケー、いいね。お、これは4つか。なかなか硬いじゃないか。実際自分が船の解体乗車してたら多分これやってんだろうな。でも後片付け大変そうだよな、これ。よっ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 。え、これ下もあんの。あ、待って、じゃあ一回ちょっと物置いてくるか。ここに物置いといて、集めましょうか。何があるんだ。はいはい、あー気持ちいい、これ。あ、これは気持ちいい、いいね。水タンク、なんか水タンクはなんかやばいもん出てきてなんか嫌なんだけど、逆に。お、ガスバーナー、これなんだ。絶対汚水入ってるタイプですね、これ。待って待って、いいですね。で、ここもいっといて、こうか。オーケー、素晴らしい。で、これも叩くと。木箱、何入ってんだろう。ああ、来ましたね、得意分野。あ、いいですね、オーケーオーケー。でも手慣れたもんですよ、ここまで来ると。OK。いや、昔の血が騒ぐね。やっぱ前世では五右衛門と言われてましたからね。松葉さん、お世話ありがとう。はい。よし。最後は油風呂にぶち込まれちまったけど、はい。オッケー。これで、はい。今箱も開けていくと、いい感じに回転できるな。いいね。はい、パレット。おお。あ、この中のもんが全部なくなった、あれかな。
注文が終わんのかな、もしかして。あ、じゃあロッカー、あっ、なるほどね。あ、オッケー、危ない危ない、オッケー。これは壊せないのか。所持品スペースがもうないのか。オッケー、一回帰るか。え、今一瞬出れないのかと思ってめっちゃドッキリしたわ。あ、これこっち側しか乗れないんだね。オッケーオッケー。で、車乗ってありますか。もうちょっと速度出してほしいね、これね。あ、ここ降りることできないんだ。あ、危ない危ない。いや、危なかったね、今。当たりそうと。ここを入れていって、OK。はい。で、ここもちょっとあれですね。これどれだ。あ、これか。レベル1の方を持っていけいいか。当たってた。いや、怖いですね。やっぱ交通事故ってありますからね、気をつけないと。あ、すごい、もういっぱい置いてある。そこに他なんか作れんのかな。あ、なんか作れちゃう、他にいろいろ。あ、レベル2でなんか作れんだ。ほえー。いや、これ迷うな。あ、オイルトゥオイルでもなんか作れるんだ。オイルとオイル、オッケー。なんか医療作れねえ。組み合わせが間違えてる。あ、500度か。はいはいはい。OK、はい。あ、すごい。なんかいろいろ使ってて。いろいろ実に逆に邪魔になっていたら。待って。OK。これ全部拾っといて。オッケー。まあ、とりあえず注文したらですね、注文受けてるんで、お金を支払いに行きましょうか。お金稼ぐゲームですかね、やっぱこういうゲームは。はい。これを配達と。で、さらに注文を。何？プロローグだ。あ、労働者も雇えるんだ、これ。へえ。え、ちょっと製品版楽しいだね、これ。多分作業をさせるんじゃない、これ。で、多分その労働者に性格があって勝手に物を盗んでいくやつ絶対いるよ、こういうゲーム。で、その労働者をどうするかを決める、まあ、裁判始まるね、とりあえずね。あいつどうするっつって、いや、処刑一択っていうか。あ、これね、はい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 。資材が足りません。なるほど。物集めも大変だな。オッケーオッケー。でもだいぶ物は揃っていったね。店のアップグレードもできないので、全部売っちゃおうか。はい、売却。これも全部持って、はい、売却と。で、多分これで軍資金を得たと思うので、アイテムを買っていきましょう。何買おうかな。もう何も買えないね、よく見たら。あ、これか。ガス入れて、スチールハンマー持ってて、ロックピックも全部買っ
あ、これね、はい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 、硬い金属を切断できる電動ノコギリ。ちょっと待って、あの弓の子ほぼ使った記憶でいいんだけど、ちょっと待って、弓の子って何だったんだろうっていうレベルであれですね。もう私は手に入ったら、まあ、ハンマーをそうか言ってしまったら、よし、行きましょうか。なんか車のボンネットやたらきれいなんだよな。なんか鏡張ってんじゃねえかなっていうテクスチャーなんだけど、よく見たら。オッケーオッケー。まあまあ、ここで上がっていって。まあもうこれで解体できるんじゃない、全部ここ。もう解体できないところ、ない気がするぞ。待ってね。いや、これ管理、あ、プロ、あ、これでできないんだ、まだ。オッケーオッケー。じゃあ、ここでハンマー速度、ハンマー速度、スプリント、ハンマーダメージ、ハンマー速度。ラッキーアイテム何ラッキーアイテムって。バーナー、ダメージ、プラス10。何それ。あ、でも、ロックピックはありましょうか。スプリントレベルなんて。あ、まあ、足速い方がいいけどね。あ、速いわ、確かに。待ってて、確かに今速くなった気がする。足殴るのも速いし、すごいね。なんか RPG な感じしますね。いや、最初ガスバーナーのね、だいぶミスしたか。あ、待ってて、はい、速い、これ、いいじゃないの、これ。はい、いいですよ。で、ここもこれで OK ですね。どうも、宮水さん、お先生ありがとうございます。OK です。はいよ、ここに行って、いいですよ。え、これは？はい、パイプ。え？あ、わかりました。私、これでありますね、ついに。これ、え、なんか結構地味だね。あ、取れたわ。あ、これ取れるんだ。取れてる部品くん、バトってやってね。え？え？部品くん？ああ、取れてるような気がするね。はい。で、ここもこうやって？はい、バームクーヘンを切るかのごとく、しっかりと、切っていく。いや、これも、あ、切っていく。いいですね。横に横に切っていって、という形。いや、だいぶ綺麗に切ってましたね。はい。あ、これどうですか？あ、これ違うね。これハンマーだね。オッケーオッケー。はい、これもラッキーアイテムを獲得何、そんな風に出んの。いや、そんなラッキーなの、これ。あー、なんかめっちゃある気がする。あ、なるほどね、量が多いんだ、だいぶ。なるほど、確かにこれはラッキーかもしれないね。お、やるのとこうか。
あ、オッケー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 。こうやってね。あ、危ない、これもか。はい。はい。いいね。で、これも集めつついて、オッケー。あ、もうあれか。え、スキルを解除する必要がある。マジ？これでノコゲリで、ノコゲリでスキル解除する必要あるの？これもしかして。あれ、弓の子どこ行った？え、弓の子捨てた？もしかして。待て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 。アイテムなくなったのかもしれませんね。一体私の弓の子どこ行った？ほぼ使ってもないのに。ああ、スペースなくなっちゃった。はいはいはい、またね、物集めて置いて戻りましょう。なんかちょっと待って、なんか綺麗な空っていうより、なんかやべやべえ空しか見えないんだけど、なんかちょっと待って、割となんか自分の目の前にこんな空が広がったら普通に不安になるですね。OK、 はい。なかなかね、やばいですね、あれは。なんかモンスター出てそうだもんね、普通に。なんかOK、さらにここでこれも落とすと。あれ、こっちか。土台物集まったな。オッケー。はい。はい。はい。じゃあ、ラッキーアイテム。でもこの船、解体しようのかな。オッケー、これをしっかりと。おーい、すっごい魚が飛んでるぞ今。ちょっと待って、なんだ。いいですね。あ、てかラッキーアイテムすごいね、やっぱり全部解放してるだけあって、なか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 効果がすごいですね。数が半端ねえ。あ、また物、え、マジ、え、もう物いっぱいあったの。一回じゃあ戻りますか。え、車が動くなった場所、え、いつできるんだ。あ、なんだ、一瞬車庫になんか飛んでいくのかなと思って、え、めっちゃ楽じゃんそれと思ったけど、違ったね。こういうことね。単純にちょっと動くだけね。はあ、え、え、え、ちょっと待って、なんかえ、次元のはずも押していったんで、どういうこと、ちょっと待って、何これ。完全に今謎の現象を陥ったんだけど、何なんでしょうね本当に。
本当にバグが激しいな。 OK で、これで鮮度に変えて、はい、いいよ、ほいほいほい。で、ここも、いやー、なんかでもいろいろ作った方があれかな、お金になるのかな。鋼あったかな、鋼あるよね。鋼ないかも。あれ、あ、銅か。銅も、え、銅あるかな。銅。いや、意外に銅持ってないのか、俺。ちょっと違うやつを作ってみようか。もしかしたら高く売るかもしれないですね。え、500度、 OK。 よいしょ。なんか売れそうな売れなそうな、なんとも言えない感じだな。これで売ってお金貯めて、これ売れん、あれかな、船の支払いっていくらなんだ、そもそも。ちょっと待って。1日200ドル全部解体したら、解体しようともあれなのかな、売っていいのかな。でも多分これまだ解体しようってないよね。じゃあ一回全部解体しようってみるか。で、ここでやってみて、ガスバーナーか。で、ガスバーナーの燃料も買って、板の子のやつも。待て。俺、一体どこでチャージするんだこれ。あ、検査するのか。特に問題ないですけどね。まあ燃料がないという点に関してはちょっと問題ありますけど。あ、勝手にチャージされてるわ。優秀。ちょっと待って。満タンになってましたね、もう。オッケーオッケー。で、もう一回戻っていって。どう、これ解体し終わんのかな。なんか、あんまりなんか解体する感じないですね、見てる感じで。あ、全然あったわ。暗くて見えてないだけだったね。よし。OK。まあ、とりあえずここ全部解体していこう。やっぱね、お残ししてるとね、気になりますからね。もしかしたら解体し終わったら、返品するだけなのかもしれないしな。結構謎いよな、これに関しては。はい、うん、いいね。ポップコーンみたいなのあるんですね。飛んでいったね、今。OK。で、これも、解体、解体。OK、OK、OK、OK。これさ、横の角度めちゃめちゃ狭いんよな、ここ。あ、いけた ?OK、OK。はい。オーケー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 、はい、これハンマーで、はいはい、オーケーね。
そうね、なんか作業用ライト欲しいよね、頭とかにつけるやつね。わかる。で、これで、はい、まずはこれを切ると、はい、じゃあこれも切って、オッケー。大体こうと思うんですけどね。もう絶縁に残ってこれ何なのね。もうなんか気になるね。え、何なのこれ。いや、めっちゃ薄いけど、やっぱこれこれどうにかならないかな。あー、取れた取れた取れた。なるほどね、一定数基準。いや、待って待って。これなんでしょうね、本当に。なんかめっちゃ気になるんだよな、これ。あー、オッケー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 。オッケーだけは気になるわ。これは何なんだ、俺に対する挑戦がないか、これ本当に。ちゃって端っこなんかね、どこ切れないんだよな。あ、オッケーオッケーオッケー。はいはい、ここで、あ、これいったんちゃう。おー、いった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 。なに、そんなに狙いすまさんってあるのこれ。ちょっと待って待って。あ、オッケー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 。超超走っていこう。なるほど、わかったわ。狙いすましてるわ。これでいい感じいけるわ。よし、オッケー。いや、よかった、エイペックスやってて。本当に本当エイペックスのおかげです、これ本当に。これはこれは、で、何これ、待って待って、ほんあー、これいったんじゃない、これ多分クリティカルヒットだよ、クリティカルヒット。あ、いった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 、クリティカルヒット、よっしゃね。あ、じゃあこれもクリティカルヒット、あるね。オッケー、いや、これで多分危ないね。オッケー、オッケー、おー、いいですね、ナイスアイテム。所持品スペースを不足しています。 OK、 じゃあ戻していこうと。いや、結構物集まっていったな。もうそろそろ、ああ、あったわ。全部解体してあるかな、なんかムービーかなんか入んのかな。それが気になるんだよな。何も入らんってことなそうだけどな。アリス・スズハ3冊がありがとう。お、いった、はい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 、ラッキーアイテム獲得、はいはいはい、保険、はいはいはい。なかなか君は硬いね。私のレベルハンマークリティカルダメージ4発耐えるとはね。強者と認めようではないか。
え、なんだこれ。これは何文字かいな。箱か。お、ラッキー。いいですね。え、はい、これ壊して。何、大箱だと。オッ、あー、オッケーオッケー。何、お前なかなかやるじゃないか。お前、待て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 、あれれ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 れ、え、え、あれ、お堅いですよ、なかなか。あ、いたいたいた、たいいもん入ってんでしょうね、これ。待って待って、いけないか、そっちが。待って、え、ちょ、あ、向こう側行くのか。え、ここは、あ、よかった今。うわー、ちょっとなんかグルい感じだこれ。あ、よかったよかった、オッケーオッケー。パッキンパッキンって言いましたって。これなんだ、ヒーターか。ヒーター持って帰るか。ヒーターもちゃんと持っていきましょう。オッケー、オッケー。で、ここも、あれ、いいね。またスペース不足。いや、しょうがないな。じゃあ一回戻ろうか。いや、俺も戻りたいわけじゃないねんけどね。まあ一応そのピックロック買ってこようかな、ついでやから。いや、戻る気全然ないんだけどさ。まあ、ピックロックもさ、まあ、ついでだから買ってくるわ。やっぱ、一応ね、まあまあ保険はかけておこうかなって。あ、危ない危ない、オッケー。よし。はい、売却と。これも売却。で、スキルで、ロックピックとはですね、ちょっと上げましょうか。マスターロック、あ、いたいたいた、あ、これこれ。いや、これがしたかったんだよね、マスターロック。よし、 OK。これでもう完璧でしょうね。車できればアクセス踏みたかったけどね。ちょっと遅いよね、車ね。よーし。車壊せるのかな。車でもさすがに壊れないのか。どうやらこいつはスクラップにはできないですね。 OK、 じゃあ上上がってね、行きましょうか。いや、でも解体するの大変だな、こうやって見ると。お、でも壊れたらもう新車買うしかないからね。お、いいよ、スチール。さあ、開けますか。まあまあまあ楽勝ですからね、こんなのね。あ、オッケー、完璧ではないかもしれない。完璧ではないかもしれないが、
完璧すぎてもやっぱり良くないと思うんですよね、人間って。だどこかしら不備があった方がね、まあ可愛げもあるというものでありますからね。はい、焼きまーす。あれ、どこだ。あ、これか。オッケーですよ。今日はそうですね、人の心を解体するゲームやってますね。よし、なに、あの扉これ壊せるのか。さすがに無理か。無理っぽいな。あれ、これどう、でもこれ以上なんもないよね。なんかある。え、これで終わりだよね、これ。あー、これか。全然あったわ。オッケーオッケーオッケー。で、ここも。オッケー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 。で、これの前か。で、ここがオッケーと。で、こんだけ壊して。ここ何もないですね。何もなくて。でもだいぶ綺麗になったね。だいぶ綺麗になったから。え、まあなんかあんのかな。いや、これ、完璧ですけどね、パッと見。ちょっと船底行ってみましょうか。あー、完璧は嘘。全然あった、全然あった。さあ、もう一回ここ行ってこうか。 OK。 おー、いいですね。錆びたスチール。いや、でもこれはもう、いや、こんだけか。これ以上は何もないけどね。なんかあるかな。何かあるようには見えないが。もう一回見てみるか。上見てみて。ガスバナ？でもないよね。ないよね。操作も当然できないよね。OK。で、これで寝たらワンチャンあれかもね。ミッションコンプリート的にあるのかな？船がどっか行くのかな？よし。道具が何か増えてるわけでもないと。ここも何かあるわけでもないと。なるほど。で、ここで一回。寝ます。はい、あなたの注文、予約が完了しました。いや、でもこれはもうね、作り終わったと思うんですけどね。え、基本的にまだあれかもね。
これで作り終わったらキャンセルして次の船頼んでっていうパターンなんですかね、これ。多分そんな感じしますね。はい。だからマスター見に行きますか、一回。で、これやって、マスター見に行ってみよう。多分これの繰り返しかな。これなんかそれっぽいな、まだ。まあまだ製品版でもないですからね。まあそんなものかなと思いつつ。いや、まだ確かにね、マスターの船でキーを預けたいね。マスターキーを。何が入ってるか気になるしね。さあ、マスター君。何が入ってるか見せてくれな、俺に。あれ？ここだったっけ？今これ、あ、買ってくればよかったか？オッケー。で、ここだな。意外にすぐ開いたわ。開いてねえわ。え？まずい。開いた、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 開いた。あ、すごい。え、金じゃん。え？あ、そういう系これ。え、マジ？あ、そういう系？インゴットやん、全部。売ってくるわ。金だ、俺に金だ。氷がゴールデンドリーム。お、即に行こう。 OK。 で、この金を作ったことにより、おお、けどあんま、待って、え、金の延べ棒とか作れるのかな？ないな、今のところ。なんか、あんまりだね。なんか、思ったより全然なかったわ。とりあえずは、フルキャンセルして、中型戦後見っか。で、次の人。はい。あ、でっかいの来たわ。え、戦艦ヤマトみたいに来たわ、これ。いや、でかすぎないか？急に。だって。急になんか、もう、パッと見でかいじゃん、あれ。やば、何あれ。なかなかのデカさではないか。逆にこれどっか上がるんだ。あ、こっからか。買い忘れたわ。いや、ごめんね。普段6ピックあんま失敗しないからさ、なんかつい忘れちゃうんですよね。なんか常に満タンのイメージがあって、やっちゃいましたね、私としたことが。
っぱ癖って怖いよね、なんかね、そう考えると。やっぱ人間できすぎるとこうなっちゃうのかなって思います。はい、オッケー。あ、いいね。よし、あえて忘れていこう。でもなんかあんま言いたくないんだけど、まあ、今のところ金もそんな必要ないなって感じある。別になんか物集めなくてもいいか感がすごい出てる。よし、いや、こういうゲームって本当あれだよね。掃除好きな人たまんないだろうな。あ、違った、間違えた。あ、今回は完璧にいくわ。見てください、これ完璧にいきますよ、これ。もうね、完璧、完璧、ピッピッピッ、いくわ。また、できないんだけど。あ、これじゃこれね、OK。もうちょっとこっちだな。ここでしょうね。あ、いた。めっちゃ綺麗に撮れた。絶対混むな。あ、これこれですよ、皆さん。これ一回で落とすこの感覚、やっぱこれなんだよね。やってて面白いのは。あ、いた。まずくるよ、これ。ほら、一発いいですね。これですね。あ、いや、これはちょっと今左来ちゃいましたね。ちょっと待って待って待って、すごいすごい気になる。あそこびっくりするの気になる。あれ今 OKOK。 ちょうどなんかあれだった、今狙いすましたことように間ポトッと落ちたな。オッケー、いいですよ。あ、これちょっと良くなかったか。どうだ、一発いっか。いや、ちょっと匂いますね、これは。あ、痛い、ということで。よかろう、よかろう、これで。オッケー。さあ、ここも落とせいこう。よし、これもボス。いいね。え、これ壊せるの、もしかして。あ、これはダメなんだ。へえ。なんか壊すの楽しいけど、拾うんが大変だから、そうですね、拾うお手伝いさん雇いたいですよ、これ。労働者、多分労働者って多分そういう系のなんかあれも雇えそうだよね、製品版だと。で、ぜひともなんか送りたいね、なんかこう要望書みたいだったらね。あ、物拾ってくれでしょって。壊したいんですけどねっつって、拾いたいわけじゃないんですよね。血だーって言ってるわ。だって物散乱してるから今。オッケー。よし、いいね。オッケー。ああ、だいぶ気になってきたな、でもこれ。よし。
どんどん壊していけ。オーケー。はい。これは？めちゃめちゃ錆びてんな、これ。爆発落ちってことでいい？これこれ爆発落ちってことで切りがいいか、これで終わっとくまさかまさか、その爆発したんだけど、今多分ガスかなんか爆発したんでしょうね、これね。え、そんなことある？これお父さん、お再生ありがとうございます。まさかまさかの爆発。だってね、一応ね、ロックピック買っていこう。あ、いや、持ってる、持って持ってる。フル速だったわ、やっぱり。びっくりですね。待って待って待って、え、待って待って。すごい。なるほどね、壊しちゃダメなものもあるんだ。そんなものあるんすね。ほい。はい。待って待って、これもっていうことは、まあまあやってみるか。これでいきますよ。あ、これは問題なかったわ。これは大丈夫なのか。え、何だったんだろうね、さっきのやつね。なるほどね、ダメらしい、やっぱり。どうやらあれを壊すと大変なことになるらしいですね、これは。多分あれかな、ガスかなんかを抜いてからやるんですかね。これ面白いのが、別になんかやられるわけではなくて、ただ普通に気絶してるだけっていうのが一番面白いですよね。あ、全然体大丈夫ですよって。何なんだろうな。はい。あ、これじゃない？燃料タンクじゃない？でもこれは多分関係ないか。レベル上げたあれかな、なんとかなるんかな。あのガスバーナーつったらですね、弱いからガスバーナー強くしよう。オーケー。はい。いや、樽も結構やべえ気がするんだけどな、こう考えると。割とコアコア、コアコア物質な気がするけど、え、開ける、開ける、ああ、開けるか。いや、どうなっとるんやろな、これ。気になるね、これは。ビール、ああ、いい壊れ方、いい壊れ方。あ、安全で、あ、これね。あ、なんだ。あ、これをやると多分いけんだわ。なるほど、なるほど、なるほど。あ、これ緑になってるもんね、今ね。なるほどね。そういうことね。
え、よかった。謎が解けて今。あ、なんか、金の方もあれですね。さっきまでとは打って変わって、若干雑になってますね。怒りますか。よし。さ、行け。まず、ここは見終わったんで、ちょっと奥の方見に行きましょうか。まあ、ここら辺多分ね、あんま変わり映えしないと思うんでね、みんなも見てても暇だと思うんでね。うん。別に飽きたわけないんですよ。まあまあ、ちょっと奥の方見ようかなと思います。はい。じゃあ奥行きます。で、とりあえず、最後尾はこんな感じですね。はい。で、この中も、え、壁？壁壊せます皆さん。これこんなつけもこんなやってこうやって壊せますね。もうこんな感じですよこれ。あ、一発 KO、 OK、 これは壊せないですね。あ、すごいっすねこれ。なんかボタンがあるぞ。え、これなんだ。これは奥に何もないみたいですね、これは。はい。よし。あ、ここは普通開くところか。オッケーオッケー。裏側に出て、なるほどね。ヒーター、オッケー。ブロックされている？ブロック？え？なんだ？あ、オッケーオッケー、いけてた。じゃあ、ヒラさん、お先生ありがとうございます。おしいです。はい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 。いやー、先生、めんどくさくなんてなってませんけどね。今、もう楽しすぎて、叩くことが快感になってますけどね。ちょっと早くなったんかな、焼くの。あ、火力強くなってるわ、ほら。え、さっきより絶対早くなってる、これ。いいですね。やっぱこう、物が強くないと楽しくなってね、やっぱり。わかるなぁ。わかるなぁ。あ、いたいたいた、待ってて。え？おう。え？あ、おぎっていってた、オッケー。はい。あ、ここがつながってんだ、ここで。なるほどね。え、ブロックされてるのは。なるほど。金の断面ある、いいじゃないの。なので、ね、ここを下がで通れるんだ。結構どこか2階行けんのかな。え、どこ上行く道ありました、これ今。
え、なんか上ありそうだよね、でもなんか。はしごがどっかにあるんやろか。ちょっとなんか、暗いね。視界明るくなんないかな。あったあったあった、これか。あ、階段あったわ。あった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 、ここだ。おいおいおい、待て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 、いや、ここで全部使い切りにはまずいな。一回上がろう。お、ここだな。来た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 、一番高いところ。あ、懐中電灯あったわ、確か。いいですね、懐中電灯。待って、え、6ピックなくなるかも、これでも。待って待って。懐中電灯使ってなすぎて分かってなかったね、あれを。よし、いいぞ。なんかすげえもんがある気がするけど、え、うん、特になんもないね。エキゾースト、いや、これもしかして上なんもない気分かんな。あ、スタン、ステンレススチール、うん、あ、やばいやばい、これは。なんか嫌な予感したんだよね、今。おー、これどうなんの。あ、すぐ戻れんじゃん、海の中入ったら。え、すごいね、景色いいね、わかる。今テレポーター覚えたね、体で。あれ、ここじゃなかったっけ。あれ、どこだった。あ、こっちか。あ、すぐ真横だったわ。ちょっと待って。店長、すまない。また6ピックくれないか。80分ほど欲しいんだけど、80本ほど。え、いっぱい欲しいな。おかしいな。今回ガスバーナーも、電力も、あまりチャージが減っていないな。節約が上手くなったのかな、もしかして。節約明治と呼んでくれよな。よし。今日の目標はとりあえずはですね、あそこをマスターキーをぶち開けるが、最終目標ですね。開けるぞ開けるぞ。絶対だってさ、一番いいとこの一番いいキーだけですからね。絶対めちゃめちゃいいもん入ってるじゃん、これ絶対。 OKOK、 はい、来ました。はい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 、見てください、この、うん、なんかでも入ってるもあんま変わらんかったわ。
なんか思ったよりはみたいな感じ。はい、フレロ解体そうですね。まあ思ったより今入ってなかったんですけどね。まあ、え、ここ降りるのもしかして。あ、降りるんだ。へえ。また製品版出たらね、とりあえず物拾ってくれる労働者がね、内容を読んでみていたら、まあまたやろうかなと思います。というわけで、今回見たゲームはね、何でしたっけね。すいませんね。あ、シップグレーブヤードですね。はい、シミュレーターというゲームだったんですけどね。製品版は、きっと多分性格もあって、なおかつ作業員もいっぱい雇えて、私がこうやって腕を組みながら作業員に、おい、マルコス、お前そこをちょっと解体しろっつってね、言えるシミュレーションゲームになってることを言うんだから、またやっていこうと思います。それでは皆さん、今日はこの辺でこのゲームはおしまいにします。というわけで、またよかったら見てください。では、まあ、こういうゲーム好きだけどね、好きなんだけど、まあ、ちょっとやっぱりそのまだ製品、体験版みたいなもんだから、まあ、やることが少なかったね。あとはその船を全部解体したと思ったんですけど、毎回キャンセル入れないといけないのかなっていう。ちょっと、いまいちよくそこが分かんなかったね。全部解体したら、なんかこう船がなんかこう持ってかれる、なんかね、そういうやつあるのかなと思ったら、なんか特になさそうな感じがあって。あ、キャンセル、あ、オッケーオッケー、はい、じゃあ予約ポチーみたいな感じがあるんで、はい。というわけで、いつかまたどこかの船の墓場でお会いしましょう。お疲れ様でした。チロルさん、マミコさん、リーネルさん、モネさん、ノリピーさん、ヒーロルさん、お先生本当にありがとうございます。というわけで皆さん、またよかったら見てください。ご視聴、再生、コメント、誠にありがとうございました。またね、バイバイ、お疲れ様でした。サクソフォーバチマイストリームです。では皆様、良い夢を見てください。おやすみなさい、グッドナイト。